変なやつおらんよな。不安しかねえわ。こういうところって。なんもないな。ないない。ないと思いたいだけかもしれない。いや、ちゃんと下見とかんとな。いや、無理だな。これはな。何もいなかったんで、ちょっと見とこうかなっていう気にはなったよな。なんもねえな。はぁ、やった祝福祝福の前に、え、しろはへん。怖すぎやろ、ここは。やばいって、なぁ。お！カゴ上げていくよ。エイジのカゴ。今17。なんだが、確か2周まであるんよな。ちょっと戻って、ここね。オッケーオッケー。いやー、怖い怖い。なんとか、なんとか来れましたね、っていうね、感じですね。ほんとね。やばすぎる、ほんま。ちょっと角下ろし。嵐。ソースイートの。ソースイートの。わかったわかった。強化をしたいところでは、どこだ。あった。これ。これや、これ。魔法との中継、あれ違う。やっぱ、こっちこっち。あ、やっぱもういるよね。だよね。よし。じゃあ、一旦ちょっと、また、使ってみたい欲望の方が高いから、ひとまず、これにしといて、また出るまでマラソンしようかっていう気にはなった。どう？お、なんか出てきた。お、の、ちょうどいいやん。2回できた。助かる。で、ちょっとこれだけやっておきましょう。よーし！オッケー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 。よっしゃ、一旦ね、いつものごとく、いつもの場所で、ちょっと、やってみましょうかね。これですね。うん。おー！やば！間違えた。はい。なんか違くね？ってなってるところある。邪魔やな。え、何で、追加入力よ。2度まで追撃。追加入力ね。追加入力で。おお、なるほど。なるほど、とはなった。うん。だいぶ。清めの間、前室。清めの前って。清められてんの。俺自身が。そんなわけなかろうっていうね、話ですね。あー、竜狩りのやつになってるのか。なら、ああ。あとは、なら、刀に。行きましょうかね、大刀の方ね。
ね。これね、魔力が立ちね。で、ここは、これしといて。さて、行きましょうかと。おい。あると、ね。マルチせんと思う。マルチはしないかな。よし、ちょっと確認だけね。しておきますね。したところでな。あ、そういや思い出した。別のこと。でも、いや、行こうか。やはりやってきたか。なんだ？君はミケラー様でなく、黄金樹に導かれているのだろう？そうだよ。王になる者として。ならば、君はなぜこの地にやってきた？ミケラ様があるいは黄金樹が望んでいるというのか。自らの王たちがまみえ、死を決すること。まあいい。この先にミケラ様の元に向かうというのなら、何者であり我が剣で貫くそれだけだ。そうなんや。なんか3つ出てきた。なんだ？金の召喚祭に触れる？誰君？アンスワッハさん。召喚されます。お、あ、ティエリエさん、ここにいました。レダと同志たちの敵対者として召喚される。へぇ。あ、じゃあこっちにしとこう。へぇーってなった。こんなのあるんや。なるほど。ミケラ様に近づくね。愛の切れ出が落馬な弾がその同志たちが暴れたせい許しはしない。プレイヤー。なに？危ない！だ！だ、え？なんか投げてきやがったな。なんだこいつ？ムーワーやん。やば、いすぎやろ。やばい、おい、あった。いや、なんか、なんだろう、このわちゃわちゃ感。おい、やばいって、痛い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 、後ろ後ろ後ろ。オッケー、フレイヤーよ、さらば。うん、オッケー、オッケー、ナイス。いた、スカーレットロット、は？痛いでもさっきからも。何投げてくんねよ、お前。投げてくな、お前は。邪魔なのだ。邪魔なのだよ。言い過ぎじゃねえ、これってなってる。いやあ、言ってた。来てた。あいった。だ。しろ。痛いなー。こんにゃろ。痛い。俺ばっか狙ってくんな。うわ、全部回復すんの、やば。なんだ、おー、ぶれない。やばい。
そっち行くんかいな。なんなん、なんなんってなるけども。うん。なんだそれ。ああ。すげえ。横から来てないな。言わんすかね。よーし、ナイス。ああ、霊体、どっか行ってら。そこじゃー、ほらー。ナイス、霊体の剣。どうか世界を優しく。レターの剣来た。やり。ティエリエ。そういうことか。やらかしたってことか、俺。今気づいたわ。今気づいたわ。あの、スミュード殺してはいけなかったんだ。きっと。それがすげえ感じるところはあるな。うお、ムーアの鈴だわ。あ、ムーアし、あと、緑青のシリーズやね。うん。大盾。ああ。ちょっと見ておこう。さっきからよう出てきてっから。ムーアで。これで、これ、レダーの剣。携帯剣なんや。へえ。針の貫き。黄金が細かく編み込まれた携帯剣。針の騎士レダーの獲物。正確性の攻撃力を持つ。かつて騎士団の同志たちを貫いたその剣には、限りなく、払われてなお、この血の匂いがこびりついている。お、針の貫き、うん、レーダーの線にね、10本の黄金の針を生じ、対象一時的に、差し貫く。また、差し貫いた対象のあらゆる状態以上と特殊な効果を消し去る。え？あ、特殊な効果ってことやから、もしかしたら、その、祈祷とかで、バフか祈祷っても、消されるってことか。やばいやろ、それは。で、ドリアの、どうだってな、筋力40もいる。やば。ムーアの、この緑屋の大盾の縛りで、やれそうな気はしなくもない、そんな大盾やな、とは思った。緑屋を、緑星かなと呼ばれる特殊な金属で作られた大盾。カット率よりもガード強度に優れた盾。たとえこの使い手が力尽きようとも、この盾だけは誰かを守り続けるように。そして、大盾だけとなったのである的な。で、ムーアの突撃ね。両手で盾を構え、ガードしたまま突撃し、最後に緑星の魔力を込めて押し出す宣言。押し出すん？やばいやろ、それ。周囲の敵を吹き飛ばすが、ひどく傷つけることはない。長押しで、全身距離を伸ばすことができる。へぇー。ということは、敵を、ボスとか落ちるかわからんけど、崖際での戦闘で有利ってことか。もう自分も落ちる可能性はあるけど。いや、それあるけどな。うん。で、緑星と呼ばれる兜の特殊な金属で作られた兜と、緑星は外なる神の贈り物であるといい。腐食しているがゆえに、ずっしりと重く柔らかな強さを持っている。へぇー。そんな感じやね。うん。オッケーオッケー。で、あと、これですね。フレイヤの体験。フレイヤシリーズ来ましたね。カブト。よし。ちょっと、あ、間違えた。見ようか。どこ行っとんねん。フレイヤの体験。体験を、これは筋力派生。筋力か。回転技大極拳な。
アカシフレイヤの獲物、主君に習い。なんだ？何が？焦られた体験？ちょっと分かってない。うん。レイヤの鍛錬が宿っており、獅子の戦技を振るうとき、その威力が高まる。あ、獅子の戦技を振るうときやから、突き替えるといいかもしれんなっていうね、ところはちょっと思った。で、こっちは将軍ラダンのこの騎士、赤獅子フレイヤの黄金の顔と、その顔には、ひどい傷跡が赤く刻まれている。かつてミケラはそれにそっと口づけし、以来傷跡は消えることのない導きとなった。ああ、そうなんや。あ、ちょっと変わってんな。赤い羊毛のマントを混ざってんだね。あ、羊毛なんや。もともとは剣闘士であった彼女は、その勇敢を若きラダーに見出され、これに取り立てられたという。ああ、ここも一緒やね。どうだっけ羊毛には、羊毛なんよね。で、これは弾。弾流剣術。かな、うん、間違えた。よう間違えるな、最近。あ、これも打撃、あ、格闘武器なんや。へぇ。武器を持たずに戦う格闘術の一つ。チェリを主体とした武器、武術。レザの名優たる落葉の弾の技。先に撃たれ、また身を投げることで体得した弾独自の剣術。で、発動。まあ、あ、前も一緒ね。これ、確か、他のやつでも、他の、あ、違うな、って。よし、じゃあ先進めていこう。お、なんかある。おっと、レザの鎧？は？は？針の騎士レザの、どうやら、ローリングバックスタッステップからの攻撃と、ダッシュ攻撃をわずかに強化。へぇー、黄金の交差銃が、抜い取られた。白をのマント。サーコートは、名誉ある針の騎士の証である。ミケラを、我らを針と、奇跡あ、紡ぎ上げた。すべてを、沈め、退けるため。おもろいな。ローリングとバックステップからの、ローリングバックステップの、と、ダッシュの攻撃、強化すんのか。おもれえな。ただ、この武器好きなん、武器というか装備好きなんだ。だからこれもまだにしてるんだけどね。ずっとね。ここら辺に祝福はないのかね。まあ、先やったから戻ってもいいんやけど。ちょっと大丈夫かな。行ってみるか。行ってみるか。さあ、おっと、ま、誰かいたよな。いたわ！気づかんかった一瞬。アセビト殿、先ほど見事な戦いでした。これであと一つというところですな。さすがに古いが来ますな。神に挑もうというのですから。ああ、アンスバッハね。ティエリアについて、モーグの死について、ティエリアについて。私はあの個人を見誤っていました。心も体も繊細で、それゆえに戦には向かうものと。お、全く愚かしい偏見でした。あるじゃ違いのティエリア殿の戦いもまた見事でした。彼もまたどこかに触れているのでしょうか。私たちと同じように、モーグの死について。ほう、起因されていたのですか。今までは必要ありません。貴公が倒されたのでしょ。我が主モーグを。責めるつもりなどありません。そっか。正々と戦い、敗れたのならそれが王を足らんとするものを定めでしょう。それに、私は愚かにも魅了されていました。何を言う資格もありません。
汗びと殿、気候に勝利を、我が血にかけて、おう。Righteous tarnished, I swear upon. あ、かけてってなってますね。誰かいなくないじゃなくて、見たか。ちょ、もう、待って。ちゃんと見ていかんとな。なんもないな。うん。血を見とこうね。血を見とこうねっていう感じですね。いやー、ありますね。ボスですね。ついに。ラスボスかな。とは思うんですけどね。ちょっとトレーダーのところ行ってみていい？ティエリアさ、一緒に行ったわけやん。もしかしたらワンチャンいるかな？あれ？いない？あれ？いないって。ちょっと待って。行ってよさそうだ。じゃあ行きますか。の前に、ここで、そのままなったんで、変えていきましょう。変えていきましょう。いろいろ考えていこう。確か、出血させ、出てたと思うから、出血したとき、攻撃力が高まるってやつ。あった、これや。攻撃力高まるってやつしといて、ラスボス。武器変えてと。竜狩りもしといてと。この二つやね。やっぱ、俺は。よし、ちょっと一旦休んどいて。で、行きましょう。出血したら攻撃力高まったりするしな。あれ？あるやん！アンスバッハ！へぇー！アンスバッハと、ヒエリエがいる。ここにスミードもいるはずだったんだ。俺やらかしてたな。ついことやらかしてしまったものの末路にならないといいな。三周目しなければな。うん。そりゃ感じているところは。まあ、そこら辺のところ見せたいだけならね、別のロムでもいいんだけど。いいんだけど、ええ、ね。感じなんだか。こっちでやるか。よし。じゃ、一旦ね。じゃ、入っていこうか。My loyal blade and champion of the festival.Both your deeds will ever be praised in song. Now, the vow will be honored, and my lord brother's soul will return, so that he may be my consort.おお、すごい。おお、なんかすげえ。二刀武器やん。やば。敵。うおー、すげえ。その武器欲しいってなすげえ欲しいってなって。勝てるかな、今日。ちょっと不安は残っているか。いや、やばいって、怖い。もうちょっと待って、怖いもん。ちょっとなんで俺の方ばっか、帰って、もうなんでもう、もうまだからもう、やばいってもう、なんなん。いや、キッズ、ああ、もう生きてるわ。もうキッズでも、やめんかい、これ、あんま。連撃すぎて、もう、避け切られへんわ、そんな。30番ほどあったんや。いや、もう。いや、もう。
入ってくの遅いね、お前ら。入ってくの遅いよ、マジでよ。よし、ようやく、いけた。危ない！あっと待って、無理か。今のチャンス、危ない、痛い痛い痛い。危ない。よいしょ、あー、きつ。そっち行く。で、やばい。おい、ナイス。やーい。痛い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 。なんもできん、それは。やばい。あ、ぶれ。あ、きつ。あーってな。約束の王だな。だだんな。ターンした。やらかした。痛い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 。何もできん、何もできん。あれ？ミスったもん。何食べとんねん、もう。オッケー。いてぇ、強いな、やっぱ。おっと、なんか起こった。はぁってなった。だいぶはぁとはなった。なんか祭り感あるな、やっぱラダーンと言うと。なんなん、なんか起こったぞ。え、なに、え、ロードブラザー、兄様、帰ってきてくれたのですね。え？誰きん？ミケラ？もしや。え？ちょ待って。それはちょっと待てってな。焦りとよ。どうしてや。強烈の王たる者よ。あなたが罪を知り、制裁を憂うのだ。我らに道を図りたまえ。譲りたまえか。間違えた。何なんなん、ミケラと。我が約束のオーラだ。なんか来たぞ。なんだ、あっぶない。なんだ、一体なんだ、いった。あ、ばば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 ば。しる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 。おー。やばー、待って、キッズ。あー、ちょまっ、ちょまっ。うわー、怖っ。もう、こっちくん、こっちキスでるもんに、毎回毎回。始まったとき。マジで。嘘。お、いやー、ないわ。いや、きっつ、きっついきっつい。いや、ほんまきっつい。
うっそん。もう何もできんわ。何もできんわ、それ。ちょっときついきつい。無理なんだが。もうやめんかい、それも。次はもう終わった。終わってなかった。もうえって。なんだこいつ、ここ腹立つわ。どうやったら受けられんねや、それ。うん。するでしょ。よいしょ。あ、勝っちゃった。そうそう、えい、無理。あ、無理。あ、終わった。こいつきつ。俺来るのか、なんで俺何もしてないやん。近かったから。怖いな、もう。もう何もできんのよ、その状態。ちょ、待って。あ、は？俺何もしてなかったやん。なぜこっち向いた？俺何もしてなかったよ、マジで。まだ何もしてなかったよ。まだ、まだ。なんかいけそう。なんかこの武器でいけそうな予感がした、してきた。意外とこの武器と相性のいいやつ多いからな。うん。これでいけそうって思った。ただ二段階目のあいつに効くかどうかが、ちょっといまいちわからんっつうな、ところではあるな。そうだ、この礼拝日忘れとんな、俺。くんのをやめてよ。何もできんよ、それ。いけたわ。お、あ、こっち向く。おぉ。あ、あ、あ、またかい、それ。ああ、そっちかい。オッケー。オッケー。あ、見せた。ああ、そっち向く。あ、そっち向く。あ、そう。おお、なんだ、ちょっとびっくりした。そんなことをすんの。あ、これいけるかもな。楽だわ、すげえ。ただ逃げる、最初は。いや、嘘、ちょ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 、あった。待って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 、それはない。怖っ。ミスター、危ない。ミスったよ。あぶな、もう。あかん。あかん。あったし。きつ。いや、いけるいける。なんか希望がやべえ。この武器は希望がやべえってなってる。うん。あ、ちょ、だからなんな。なんな。いや、うわ。なんもできんわ。やめて。なんもできんのにやめてってなろう。いやーに、何回目やわ、ほんま。3回。なわけやっかい、楽しい。あ、それやった、そう。もう、またやめか、やめて、あーあー、死んだ。くそ、くそってな、お前。ん、死んでるっての。死んでるってのっていうね、話ないよ。すでに終わってる後なんよ。第二形態に行かれてもな、っていう話ない。生きてる生きてる。何どうした？
こっち来てんのよな、これ。おお、そう。そんな行動あんの。うん。ああ、またか。よいしょ。使用した。マジで。あっと待って、何もできん、あの死亡したのってなって、あーきっつ、なんで俺とのとこばっか来るんやろかってね。あー怖いな、ほんま。いやそれかい、いやなんなん今の。来るなこれは、終わったっておいで。いや、こっち来んのかいな。いや、食らってはいるな。怖っ。いや、無理だ。きっつ。マジきっつ。絶望しかねえ、ほんま。ここからいける。二段階目から全く反応ができる。怖い怖い。おーい。お。雷鳴りした。雷鳴りだした。やばい。怖い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 。あーいった。やられた。これ一旦終わった方がいいかもしれない。何せ雷が鳴りだした。リアルの方で雷が鳴りだした。祈祷誰か使った。祈祷誰か使った。感じにはなるがな。もしかしたら夕立ちかもな。感じやな。危険ならんよ。あ、ちょっと、くるんかいな。されにくいな、ほんま、こいつ。痛い、やらかした。危ない、うい。やば。やーめた。雷があって。稲荷かって、ゴロゴロと音が鳴っている。やばい、もう死んだ。なんもできんわ、それは。ヤダン強い、お強いっすね、あなた。一旦今回はここら辺まで、ここら辺まで。雷が鳴りました。危ない、怖い怖い。じゃあご視聴の方ありがとうございました。また次回お会いしましょう。では本日2日目でございます。エニルイリム。噛みそうな土地名だが、昨日ね、っていうか、まあ、二日目ですね。終わりまし、一日目終わりまして、その後ちょっとね、やってました。多少ね。まあ、どっちかてはせんかったんやけど、だいぶね、目出してきている。敵の行動。で、これとこれだけにしてます。最近はね。最近っていうか、終わってからね。これにしといて、するね。よいしょ、オッケー。そう。いいよ。調子いいよ。これしていくっしょ。あー、それね。よいしょ。今。うん。それ来る。よいしょ、よいしょ、うい、ナイス。ああ、あれ、あ、じゃそれか。あ、そっちかい、あ、そっちかいってやつ。やばめだった今の。あ、オッケー。飲む。よし、オッケー。一段階目はだいぶね、慣れ出してます。お、もうちょいで。無理、あ、ちょっと待って、逃げる。オッケー、ナイス。あっぶねー。怖い。で、そこ行く。うん。おー、こっちか。わからんのやな。痛い。
俺のとこ来んのかい。わからんのよね、毎回。ナイスナイス。向こう向いた。ならチャンス。あ、そう、それ。あ、それ。あ、それって。だから、なんで毎回俺のとこ来んねんっつね、話なんですよ。うん。飲んどくよね。ナイスナイスナイス。あえた。今はチャンスと思ったけど、あ、無理やった。無理なやつや。よし、今がチャンス。あ、赤は。いやー、無理。避けれません。うー、いた。うー、おい。あ、それね。おっと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 、ナイス。あー、あったあったあった。痛い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 。やばい痛い。おい、だいぶ生きれるようになってきてる。うん。それ、それがね、報告、いい報告かな。ちょっと思うところはあるが、もうマジかよ。あった、またか。あっ、あった、オッケー、あかん、まあまだ無理、まだもうちょいで行けそうなんだ。そういうところまでは来てる、うん、2日目で、3日目で終わる感じかな、今回もな。見てー、やばい、ミスった、やば、やらかした。後ろに走ってね、ジャンプして避けるっていうね、ことをね、俺はね、これで学んでるんで。オッケー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 。だってたまに違うことこうすんのやめてもろてっていうね、話なんや。うん。あ、それか。よいしょ、いけー、やばい、ふぅ、当たるんかい、あかん、くる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 、くる、表はすげえ。おっと、お、マジか、ナイスナイスナイス、これは避けられたな。痛い、お、あっかん、当たりにいってる、うー、こわ、あ、ミスった、あー、いた、いた、痛い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 、うーい、あかん、あかん、ちょっと待って、あかん、おい、怖い、おいっす、あ、怖い怖い怖い、無理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 、はい、無理。第二形態はすぐに入れるようになりだしている。うん、そこからの問題、ほんま、ミケラノーラだ。うーん、痛い、やばい、はーっはーっはーっ、あっ、怖い、生きたってなった、ほんま。なんやねん、来んのかい。もう、こっち来る。あ、来た、来た、来ない、来ないのかい。来ないのかい、てい。おっと、と、と、もうちょい、もうちょい、もうちょい。あかん、殺せる。ああ、いけそう。もうちょいのとこまで来てね。昨日ここまでは行ったんよね。最終的には、自分の中でやっとって。た、なに、え、なに、なにってなった。あつか、ああ、終わった。無理、それ無理じゃ、それ無理じゃってなるわ、まあ。えぐいな。
やっぱ。うん。当たる。当たる。ほい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 。無理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 。はい。無理。厳しいわ。おお、マジかーい。こっち来んのかーい。お、いいね。よ、調子いいよ。ラストにしては。おお、いったー。あっぶねえ。ちょっと待って、待て。危ない。危ない。よいしょ。マジかー。いや、俺のとこではなかった。じゃあさっき来るなとは思っていた。うん。おい、おい、あっ、あっつい、あったい。ああ、危ない。と、きついも。無理だそれは。うん。え、どこ行った？は？消えた消えた。ああ、あれか。やったー。そんなこ、うわあ、やっば。これが見れたことを、よしとしよう今回は。あ、やっぱあるんや。それ。では本日影の血、このラスボス戦4日目になります。もうそろそろ勝ちそうなとこまでは来てたんだね。でですね、ちょっと昨日のやつの動画ね、ちょっと撮れてないんやけど、撮れてないというか、その別の方法でやったやつを、ね、載せようとは思うんですけど、そこではね、ちょっと言ってないかも、載せてないかもしれないから、さっき言っとくと、この新立てのダイソーマン撮りました。そこだけ言っておきます。で、あとね、ちょっと全然まだ撮ってなかったみたいなんで、地の斬撃と、いや、地の斬撃ではない。それじゃない。こっちや。聴衆でもね、あれ、どこだ？どこ行った？うん。まあ、要は何を撮ったかと言っておくと、岩石剣ね、今ここにつけてるんですけど、X 杯で。装備で見せた方がいいな。これな。うん。これまだ撮ってなかったみたいでね。オンロブで。え？ってなった。うん。それだけ撮りました。なので、今回も、ラダン、倒しに行きましょう。倒しに行きましょう。いや、ほんとに長いわ。4日目やで。まあ、言うて1時間から3時間程度ね、ちょっとやって、毎日それで終わる感じになってる。わーなっているんですけど、結構きつい。今日で勝ちだ。ただもう見えてんねん、勝ち筋は。マジで。で、起き抜け早々に取ってるんだよね。よいしょ。あった、来た、来た。おー、まずかい。やばい。オッケーオッケーオッケー。後ろ向いた。狙いの向き、当て入りも変えてますね。なので
よいしょ。うん。うん。オッケー。あかんのかい。オッケー、ナイスナイスナイス。こっち来る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 、うわ、来る来るしても無理やった。あー危ない。おっ、ふっ、何気がした。あー危ない。いや、もうそれ分かりにくいな。そのグランスと違うのかいてね。うん、あった、ミスた。欲張りサラダはしていけない。7本やな。大丈夫かな。よいしょ。オッケー。あかんのかかい。オッケー。もう6本か。やばいな。おお、ナイスナイスナイス。礼拝ナイス、礼拝ナイス。礼拝ナイス。それから始まるのは聞いてない。危ない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 。それから始まるのは聞いてないってなる、お前。おー、撃たるやつやってと。で、どんだけ飛んでくんねん。おっとおっとおっと。あ、あ、あ、そこね。た、た。おい。お。当たんのかい。おい。まだか、やらかした。ああ、あ、向こう側かい。分からにくいな。あったー。バカやっとる。オッケー。お、ナイス。オッケー、ナイス。終わった終わった。いや、あかんのかい。まだこっちがある、まだこっちがある。いや、それ赤いやつやったー。いや、いけ、いけ、いけた、いけた、いけた。あかん、危ない。誰か行くな。あ、ティエリアか。大体行っても最初ティエリアなんやな。オッケーオッケー。どこ行った、向こう行った。ヨーナどこ行った。わから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 。いた、行った、行った、行ったけれどっていう話。どこ行った。おっと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 。あー、終わった。そう、ここまではね、なんとかいけるようになってきたんですよね。この先、ほんま、これ。うん。ん、そっち側。来る、来る、来る、来る。こっちかよ。あー、危ない。いや、これ、俺の方向いた。終わってる。今どこ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 、そこ、あかん。いや、いけ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 、よーし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 。オッケー。あ、またかい。いや、俺しかおらんのかも。マジか。さ、オッケー。
か。おい、うん、あ、無事だ、終わった、おっと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 、えい、やばい、これは無理だ、たらる、聖杯日、聖杯日たらる、もうちょいやっけ、きっつ、やらってるわ、やらかしたかもしれない、危ない、もうきついわそれ、はい、またかいそれ、多いな今、ミスった、なんだ、なんか変だった、あー死んだ、なんだ、何が起きた、何が起きた、俺立ち行きしたんか、あれ起きないといけない、勝ちて、すげえ勝ちて、無理なのか否か、無理ではない、もういけそう、いけそうではある、何度か峠は越えていた、その後なんだもん、多いな、それ。オッケー。おっと、マジか。あ、おお、オッケー、あかん、きついわ、おお、やっぱね、見えない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 、ほんま、オッケー、これは開けた、うん、あれ、ちょっと待って、危ない、あかん、うん、何これ、抜いて、あかん、抜いたい、 OK、オッケー、痛い、やらかした、もう俺の方バックするな、いって、うん、今飲む、あかん、あっぶねー、俺の方来るやろ、
や、ちょ、マジか。ギター、痛い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 、もきっちりな、ガラス、いけそう、いけそうぞ。あ、ちょっと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 、オッケー、いけた、オッケー、いけるんじゃねこれ。あ、いける、いける、危ない、いけるぞこれ。いった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 、おっしゃ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 、わー、気づかったー、おっしゃ、ゴッドスレイン、おっしゃ、きたうらっしゃ、神と王の追憶追憶追憶、いやー気づかったー、マジで、あー神と王の追憶ね。で、エイジリュー刻まれたミケラのラダーの追憶と、指読みにより、主の力を得ることができる。また、使用により莫大な運を得ることもできる。それは分かった。あ、そらき、ミレキ、ミケラはラダーに王を見た。脆弱な自分たちにはない。強さを。そして優しさを。だから、ミケラは純真に願った。私の王になってください。はぁ、よかったー。で、あと、ちょっとね、残ってるところあるよね。え、何これ、思い出に触れる。え、触れてよかった？なんか嫌だよか。まあいいか。兄ちゃん。私は必ず王になりますか。ですから私たちが約束を守れたら、私の王になってください。ああ勝った、よかった、思い出に触れたけどよかったんかな。ちょっと不安やん、不安残るが、おー惜かった、世界を優しくしたいのです。よかった、腐敗、腐敗ありがてえ。ほんと腐敗ありがてえってなる。え、何？光の冠。光の冠とは？ああ、頭防具か。神として帰還したミケラの頭を飾っていた光の冠。今はもう消えかけている。知力、信仰、神秘をわずかに高め。ミケラの光の威力も高める。光の威力、ミケラの光の威力、何それ。それは叶うことのなかったミケラの正気。その優しさ、優しい断りの始まりの輪だったのだろうか。リングやからね。リングやからねって言ってる場合かよ。で、俺見えてない。もしや何かある。行ってもいてもいいのだろうか？勝ったね、それにしてもね。よかったー。んで？んで？まだね、ちょっとね、あったりするんやけど。乗れんよね、だよね。やったかったー、ようやく勝った。
なお、最終的なステータスはこのようになりました。うん。筋力振り、筋力と技量特化にして、また戻すけどね。うん。75話も持ってん!やば!ちょっと一旦戻りましょうか。ならね。はぁー、勝てたー。おーし!その時は突然やってきた。って感じやな、生まれる中で。まあ、特にどこでもいいやけどね。うん。レベル上げるのは。まあ、一応、ここにしよっか。よし、戻してこ。何か他にもあったりしたら嫌やし。戻せるかな?戻せんかったらショック。うん。確かね、知力と信仰が高めであったのは覚えてるね。あるかな?よう生まれなせっからさ。あ、あったよかった。じゃあ60にしといて、また戻、60に戻しまして、で、これは35のままです。いいね。持久力40いるかな?まあ、いっか、40にしとくか。で、30にしとこう。で、ここ3、ここも30にしとこう、一応。うん。一応なのよな。うん。60にして、で、ここ30、40ぐらいやったのを覚えてる。40、ここも40だったの覚えてる。66か。おー。まあいいんちゃう?まあこれでいいよ。もうこれを持てんなったけど。まあいいよ。いいよいいよ。これやったね。で、やったのはこれやったね。なんとか勝てたほんま。きつかった。マジできつかった。もう戻そう。いろいろと思うのね。戦技。あ、やつやったね。確かね。でだ。問題の、アンスバッハとか、いたところどこやったっけ?ここら辺にいる?いますかね。牢獄ですね、それね。それ牢獄ですね。一旦ね、ラストのやることはですね、ちょっと、アンスバッハとティエリエのイベントやっておきたいところじゃない。あ、そういや、ティエリエの方は分かってんねん。思い出した。ふと思い出したわ。この下だ。ここだ。大穴に戻るとなんか、あるんよね。確かね。それちょっと思い出した。うん。前に見とったからね。アンスバッハの方はちょっと覚えてない。うん。どう?お、なんか、来てる!あるある!トリーダの一家。何それ?あ、え?何それ?まず、かかぬく枯れ落ちたトリーナが、最後に残した一輪の水蓮、FP の最大値をわずかに上昇する。暗闇、わからん。それは、だが一切の毒を含まず、ただ優しく咲いている。これなんだ?武器なの?わかりかねる。なんか武器じゃないよな。タリスマンか。ありえる。あ、負傷者やから。ここら辺にはあるんじゃない?ないわ。え、あれ?ふっはっはだわ。上の方をちょんとんとこ。え、あれどこだ?ないな。ないな。ないですねってね、話ですね。
じゃあここか。あ、これだ。わかりにくいな。どんだけ ?211 やから、ああ、11だけか。いらんな。終わってんな。で、これで終了かな。ちょっと、一応ちょっと見ていこう。ラスボス戦区に報酬を入手？は？なんか違う。報酬を入手って思っているが、は？って。いた？いましたっけ？ちょっと待って。あれ？出現した祝福、あんの？あんの？やばっす。どこにある？どこにあります？じゃね。あ、なんかあった。あ、見えた。あ、ティエリア来た！隠し針。仮面。装束、ね。どこら辺ね。ティエリアの着ていたものが一刺激だね。え、隠し針はなんなん？永眠の状態上蓄積か。へぇ、永遠に眠れ。千魚おもろ。千魚おもろって。ティエレイが隠し持った獲物。密かに毒を用いる者たちの暗記。真摯の花園密作トリーナに似て、その内から濃密な毒をたぎらせ、強い永眠の状態異常効果がある。永遠に眠る。おもろいな。好きだ、こういうの。永眠の毒バレで敵を深く差し貫く戦技。すでに永眠あるいは永眠状態の敵に追撃が成功すれば一気に大ダメージを与える。やばおもろそうだな。安らかな寝顔をかどった仮面ね。言った銀士は聖女トリーナを模しており、神秘を高める。かつてたった一度だけティエリアは優しい、水行。賜った。そしてそれを永遠に留めようとしたと。なるほどね。あ、これも神秘高めるやつなんやね。お、表面に縫い付けられた無数の針は、魔除けの効果がある。とされる。で、あと、アンスバッハなのよね。ちょっとすまん。見えてなかったわ。これ見えてなかったわ。うん。ちょっとすまんってなった。うん。ないぞ、いないぞ。向こう側か？やばい。あ、あったあった。よかった。アンスバッハさん。お疲れ様です。何？アンスバッハの狂人とかなんか出てきたけど。老犬の仮面な。アンスバッハの装束ね。黒曜のラーミナ。アンスバッハの狂人。ちょっと見ていきましょうかね。老犬の仮面な。老兵アンスバッハの鉄仮面、静かなる、狼の老犬が語られている。だがそのうちには恐怖と共に鍛え上げた刃、その意志が残っており、血明の戦技と王朝の技を強化する。王朝の技？王朝とは、モーグリン王朝とかそういう王朝系の技が強化されると。どういうやつかわからんけど。消毒な。老兵アンスバッハの消毒もそこら辺もいいよな。抜い取られた純血騎士の紋章も抜かれている。あ、そう。爪の戦技と王朝の技をし、わずかに強化。はぁ、なるほどね。アンスバッハは理解していた。古き王への忠誠にもはや断りはなく。一辺の正義もないこと。だからこそ彼はそれを捨てられなかった。あ、これも同じなんや。アンスバッハ一式あると、結構な、戦技と王朝の技強化できそうね。で、故郷のラーミナ。純血騎士アンスバッハの獲物。研ぎ澄まされた細身の戦、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 
小細工はなく、ただ磨き上げた技により、敵意志を切り裂き、血の花を咲かせる。お華麗に攻撃を回避し、敵と距離を取る戦技ね。王朝戦技ね。回避の方向は、左右後ろに制御できる。強攻撃で前方、前進からの切り上げにつなげられ、さらなる強攻撃で再び華麗に切り下がると。おで、これはアースバハン巨人。祈祷なんや。獅子球かなに、遅延のエヴァを生じ、一気に距離を詰め、敵を切り裂け、試し折れ、斬撃回数が増えると。華麗の王朝剣技とは一線を画す、捨て身ともいける苛烈な技。かつての彼の共鳴のゆえん。なるほど。あ、27もいんの。まあ、使えるな。ちょっと使ってみたいな、ここら辺もな。ここよりラーミナってどん、なに拳じゃあ、じゃ拳じゃ。鎌か。オッケーオッケー。やばすぎた。マジで。強かったわ。エビの母。あ、ここら辺も見てなかったな。なんだこれは。杖なんや。大いなる彼方の杖。特大武器。見つめる指ね。じゃあそこ見たいとこ違う。三つもあんの？やば。それはやばってな。ダダンの体験を光で、ミカレの光な。いうことね。神として祈祷を帰還したミケラの力、それを祈祷として振るうもの。最初は光の柱で滅する。ミケラは全てを受け入れ。抱こうと望み。ただ一つだけそうできるものがあった。ものを知っていた。絶対な神のその王も決して並び立つことはない。で、こっちは若きラダーンが振るった国鉄の体験。獅子の、何が あしらわれた二と一致、いのよも二と一致なんや。ラダーンが星を砕く直前のものであり。知力と重力だけに耐えられない王者の剣。ラストやってきたあれか。三段階目の。三段階目ではないけども。三分の一減った時にやってきたあの戦技のやつか。あれ戦技やったんやつか。上からスランスランスラン何度もやられた。何度やられたことかもある。自ら光となって結び、高速で切り下ろす戦技。だよね。その攻撃では連続で光の追撃が発生する。試し用に強化され、追撃数が増えると。まとい。光の柱を伴う。これちょっと増やしたいな。いろいろと。ちょっと増やせんのかな。強く増やすとこあったりするのかな。ちょっと見てみようか。ああ、怖い。落ちて大丈夫なとこ？ちょっと不安になる高さではあるが。いけそうだな、この分野と。オッケーオッケー。こちら代わりにね、あるっぽいんでね、ちょっと、来たんだが。日本読み？は？何それ？は？え？何それ？え？え？ってやった。もしや？日本読みってこれのことか？ジェスチャーか？あ、ぽいな。へぇー。ちょっとやりたくなった。ちゃ。実行。ゾンビかよってね。ゾンビかよってね。瞬間に。こんなあったんや。へぇ。こっち来てなかったな、そういや。完全忘れてら。勝ったこいつ。やば。オッケー。
終わった。あ、終わった。あ、いた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 。これやこれや。これをやるべきだ。神と王のやつ。うん。で、あと一個。あ、あった。ようやく見えた。ようやく見えた、ほんま。神と王ね。二個あるんで。これで終わっとこう。よーし、これで終了。うん。よし。じゃあちょっと交換しに行っとこう。やったね。完全に俺の中で。三周目やるとしてもね、ちょっときつかったりするんでね。髪と、ここら辺やるのは。ウェーイウェーイだわ、ま。で、指と、つぼみの聖女、ああ。そうなんや、へえ。無数の超より、ああ。よりもこっちがいいかな。特大武器と杖なんやな。杖、ちょっと気になるな。杖、何強化する？魔術と祈祷、両方の触媒となる。あ、めっちゃいいやん。それいいやんってなった。けど最終的な感じはどうなんのかなってところは。どうしよっかな。やっぱ、こっちかな。うん。ポーラル、ここら辺はまあいいとして。多分こっち取ってないはず。まあいいや、まあいいや。まあラストね、ちょっと見て終わりますか。どんなもんか。ラダンの剣。いや、30にもいんの。いや、けど、普通に、持てばいけるな。ちゃ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 。普通に持てば手、両手持ちにすればいけるな、っていうね、ことですね。ちょっと見たいかな、と思って。うん。強化はしてない。うん。え、嘘？無理なの？いや、無理なの？マジで？あ、マジで？って言われた。ならばね、ちょっと、緊急の措置としてですね、筋力を上げておきましょう。これね。ああ、そういうやつか！なるほどね。ここら辺は変わらんわな。こんな感じないね。なるほど。うん。おお、楽しいな。痛い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 。楽しいじゃ楽しいがちょっとやらかしたな。うん。おお。休むで、光の方を見ておこう。気になってはいたから。落ちないか不安だわ。おー、やば。これはやばい。
もう戦士だけでもいいかなと思ってるんでね。ところっきり。おお、結構強靭削るの得意ね。この、こういう、このけ、こういうキャノン、ちょっとうざいな。オッケー、なるほどね。オッケーです、理解しました。残りも見ておくか、どんな戦技してるのかっていう。拳と、まあ、拳のとこから見ていこうか。いや、行き過ぎ行き過ぎ。上か。これや。T エリアの隠し割り。永遠に眠れ。おもろいな。さあ、こっちこっち。おお、強っ！一体だけのやつには、これ結構、効きそうな予感がするな。強っってなった、ほんま。見て。なるほど。これ、強化してなくてこれやからな。きっとやばいと思う。化けるぞ、これ。みんなやつ。で、残り一個でやったっけな。極陽のラーミナ。出血の状態以上、蓄積するんや。王朝。ああ、持ってですね。で、ああ、まあ、それを分かった。へえ。やりにくいな。どういうやつこれ。一旦ちょっと見てみようか。いやー、バレてる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 っていうね、話なんよ。バレたー、痛い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 。なんかちょっと構特殊よね。無理だ。ちょっと使い勝手悪いな。多分そのクイックステップとかそこら辺と似たような感じだよなと思うんだが、使い勝手がいまいち良くないな。戦技の割になんかちょっと微妙な感じがするが、まあ、といったところでね。いや、ほんまに終わり？ちょっと、一旦ちょっと待って。いやー、終わったかなー。きっと。多分ね、見てる方の中にはまだ終わってねえぞって思われる方いるかもしれないと思うけどね。今回で一応の一旦の区切りはついたかなと思うんで、今回で、エルデンリングの影の地の攻略は終わりになります。きつかった。ラスボスが特に。ラスボスが特にきつかった。まあ、あとはね、まあ、自分の中で区切りつけるところのまではやろうかなとは思う。レベル上げたりね。あと、武器とか防具とか取れてないやつあったら取りに行こうとは思う。まあ、そんな感じですね。では、ご視聴の方ね。ありがとうございました。神の気にしてますが。次回は別の動画でお会いしましょう。もう一応この枠は、エルデンリーグ終わったんで、閉鎖します。それだけ伝えておきますね。閉鎖というか、また、エルデンリング2が出たりしたり、あと、すごく、やりたいゲームっていうのが、出てきた際はね、
まだ23時解禁しようとは思うんですけど、それ以外はもう通常通りの19時20時半と22時の枠だけでねやっていくこともよろしくお願いします。ではご視聴の方ありがとうございました。アリュー、アリアスク、バイサラ。